まあ40、うん、でも来るたんびに触れてるからいいことですけど、いいことですか、いいことです、うん、もうちょっとずっしりなといいこといいですけどね、うん、まあちょっとなんかスカスカした感じっていうのをスカスカって申し訳ないけど要はずっしり感が欲しいことですね。まあでも、19はこれうんちは出てるのか、うんちは毎日毎日してます、してます、いいですね。で今日と昨日が虫がいました、いました。でこの間フェンベンダゾール飲ませたわけだけど、まあ、あれはちょっと毎週は飲ませないんでね、うん、来週です。それから毎日飲む薬にね、もうちょっと現中引っかかってないけど、その薬もちょっと入れさせてもらいます。いると思ってた方がいいかなと思うんで、うん、入れ確率高いんですよ。今日のうんちに出たのは別なんですか。そう、線虫だと思います。で、原虫はその目で見てわかんない、うん、で、フード食べてるんです、あの、うん、食べる時もあれば食べない時もある、混ぜてるんですけど、ええ、結構草だけ好んで食べてますね草っていうか野菜とか、野菜、まあ、ごまかしながらなるべくちょっと、うん、それだけだと食べないでしょ、うん、だったらもう食べるものと混ぜて食べさせるしかないですからね、うん、それから天眼天鼻、目はいつも開いてます、ちゃんと目は毎日開いてます、うん、開いてます、はい、緊張する全然互換ですね、ここ絶対怖いんですね覚えちゃってる、怖いよねはい、じゃあちょっと一回点眼点鼻します。よ、ごめんね、よいしょ、永田さん、ちょっと高専照射そこもらって100の1分、胸とお腹、ソニアさん呼んできてもいいけど、じゃあ光線照射療法ね、全然動かないから、あ、一応これ貸してもらっていいですか、全然もしなかったので、はい、まあ、可愛いよね、ちっちゃくてそうだ、そっか、リクガメフードまだ食べないんだね。だから あれはチムシーは入れてます、食べてます、野菜と一緒に食べてます、細かくしてる、それだけは食べないですよね、なかなかそれも、うん、から、温浴毎日5分、はい、で、その後拭いて温める、うん、40度ぐらいで温める。日光浴は日光浴もしてます、日が出てる時は毎日してます、あ、毎日してます、これには特に書いてないかな、日光浴は、うんうん、まあ、日光浴も書いててください、かけたら何分くらいかな、例えば昨日何分ぐらいしました、昨日でも2、3分、まあ2分として、そんなもんでいいですからね、はい、でだんだんに、ね、あのなんか肉よくするとどうです、この子の反応は、もうじーっとしちゃって、いや元気になりました、だんだん元気になる、あ、本当に、じゃあだんだん長くしてっていいですかね、もし可能だったら、あの人間の都合が許せば30分ぐらいまでしても全然いいですから、慣れてない子はとりあえずね、1分から5分で、だんだん慣れてきたらした方がいい、はい、気持ちよかったらね、はい、じゃあ吸入療法をします、それから、うん、顔出てきた、ほんとだ、はい、気持ちよかった、それであと飲み薬のこれを吸入かけてね、はい、A の薬ね、これにちょっと追加で